皆さんこんにちは。こんにちは、今日のアプリ紹介のお時間でございます、はい、毎日17時アップバンクと連動してまして、概要欄にリンクございますけれども、アップバンクの記事の方でコメントを書いていただくと抽選で1名様今週こちらです。 5C 用のケース当たります。コメントお待ちしております。お待ちしております。今日のアプリは何だ。今日のアプリはエッチーというアプリです。ポールの趣味嗜好性の高そうな。そうですね、僕大好きで。フリマ的なアプリ。そうです、あの海外の、なんていうんですか、ハンドメイドマーケットアプリ。ほう、ちょっといろいろ見ちゃって、はい、こういう感じで、こう日本のお店にあんまり売ってないような商品をこう見たり、あとは直接その海外のバイヤーですね、バイヤーというか売り手から買うことができるんですけど、本日はですね、この面白アイテムがいっぱい並ぶエッチーの中で僕のお気に入りの商品をちょっと紹介したいと思います。どうぞどうぞ、はい、でも完全に日本語対応して。日本語対応してます。ルイちゃん、あ、でも完璧にはしてないのかな。もうすぐするそうです、完璧に。あ、そうなんだ、はい、なんか結構十分分かるぐらいの日本語対応するけど ね、 そうですね、結構使いやすくなってきてて、最近買えるの。買えるんですよ、実際に買ったこともあります。え、マジで。よだ、はい、その T シャツまさかエッチーでこの T シャツは日本で買いました。あ、はい、で、僕のおすすめ、おすすめじゃないな、お気に入り紹介します。どうぞどうぞ、はい、まずはですね、他見ようかな、お気に入りリストから。リストが、はい、まず第1弾はこれ、じゃーんこれね、ピザ型の寝袋。そうです。おー、すげえ。すごいでしょ。え、あのブロッコリーとかマッシュルームとかは、これね、クッション。そうこれ写真あるんですけど、ほら、すげえ。いいでしょこれ。ちなみに皆さん、金額で、はい、266667っていう小数点までいっちゃってますけど、カンマか天下で皆さん見分けてくださいね。これ26,666円ってことですね。はい、そうです。さすがにあの260万ではない。260万ではない。皆さんそこだけね、あの単位気をつけてください。これかわいいな。いいでしょこれ。これね、一時期あのネットで話題になったんですよ、ちょっとだけ。ほうほうほう。でね、僕のお気に入りはこの耳の部分が枕になってるっていうところ。たまに日本だとな、あの耳の部分にソーセージが入ってたりとかそうですね、いろんなこう工夫がされてる。へぇー、他見ましょう。他はね、買えるってのすげえな。そうなんですよ、結構あの、なんていうんですか、電気。そう、これはあのマリオのハテナボックスの電気。そうです、ピョーンって、コインコインコインってやつ。すごいな、これも。これでも売り切れてる、残念ながら。あ、そうですね、今売り切れ中ですね。まあでもこういう商品があるということで紹介したいんですけど、これすごいのが、あの下からこうピョーンってパンチするとつくっていう商品。これ？そうなんです。すげえ。しかもなんか音も鳴るらしいんですよ。すげえやん。すごいですよね。アップバンクストアで売れやんこれ結構1台欲しいみたいな。かわいいな。かわいいですよね、こういう感じで。他見ましょう。他はですね、これは結構食べ物も売ってるんですよ。これキャンディー。キャンディーなんですけど、チュッパチャップス的な。チュッパチャップスキャンディーなんですけど、よく見るとですね、わかるかな、星。そうなんです、星なんです。惑星キャンディー。木星とか、はい、土星とか。そうなんです。ここに天座ユニバースロリポップ。ロリポップ銃の惑星だ。そうですね、これ超かわいいけど、なんか値段もそうですけれども、まあ値段まあまあ結構プレゼントとかにしたらあんまり日本で見ないですからね。もったいない、舐めれない、舐めれないこれもね、面白いなと。プレゼントで3000円ぐらいじゃ手頃やな。そうですね、結構この商品、ハンドメイド系の海外の人たちが作ったものが並んでるショップ。そう、まだ他にも見せてよ。他にもあります。他はですね、面白いと思ったのがこちら。これ帽子は何だ。ニット帽なんですけど、ナイトみたいな感じ。そうなんですよ、ナイトニット帽。しかもこれほら、おおすげえ。ちゃんと本物のヘルメットと同じ構造になってるから、すげえ、ガシャンってできる。え、これかっけえな。しかもこれニットだから寒い日にここ守れるっていう機能性もある。そうやな、はい、マスク代わり。これちょっとね、あのなんていうんですか、なんか変わったものが好きな、あの割と男性に結構おおってなるんじゃないかなって思いました。もうネタ集、ネタ集すごいですけど、ね、でもこのショップは休暇中ですとか、そういうのが全部わかるんですね。あ、そうなんです。下の方に書いてある。これもちょっと残念ながら今休暇中なんです。これ460万じゃないですよ、4600円ですこれカラーバリエーションもいいね。
そうなんです。あとあーすげえ、こうやっていろんな色がありますよって言ってんだ。そうなんですよ。ラスト1個いこうよ。ラスト1個何か見せる。ラスト1個これです。こちら、これなんだよ。これね、あの人をダメにするクッションとか知ってます？あ、なんか聞いたことある。あれ系の椅子、椅子っていうかクッション、あの柔らかいやつでしょ。チェア。そうです。で、これちょっと何をモチーフにしてんの？これベークドポテトビーンバッグチェア、あの茹でじゃがいもだ。そう、茹でたじゃがいもに、じゃがいもをこうやって十字とかに切って真ん中にバターのっけるやつだ。そうです。アメリカだとよくあるよね。 ありますね。しかもビーンなんで、あのそら豆が乗ってるっていう。そら豆かな。これは写真これだけなんですけど、すげえ。こういうかなりなんか変わったアイディアに満ちた商品がある。普通に買えるね、これは、ね、買えます、買えます、買えちゃう。送料っていくらぐらいかかるんだろう。海外からの郵送って高いからな。送料ね、こんだけこ の, あの枕ぐらい大きいと、こんなん 2,3 万送料するんじゃないの。そうですね、ちょっとかかっちゃうかもしれないんですけど、僕実際に iPhone ケース買ったことがありまして、ほうほうほう、それはね、そんなに高くないですね。2000円ぐらい。2000円もしないかもしれない。あ、そうなんだ、すごいね、はい。あの皆さん、海外からの、ね、郵送はね、うん、結構高いというか手間かかりますからね、うん、下手したら住所入れるときとか、海外の EC だと順番とか分かんないよね。あー、分かんないですね。あの日本と番地みたいなものが逆になってたりとかするから、うん、でもこれはそこら辺もちゃんとできてる。はい、PayPal っていう、PayPal、はいはいはい、あの決済システムとか使って住所もそこで入力できるんですけど。なるほどね。そうなんですよ。それは便利だわ。これは僕の他のお家に入りが、はい、はい。今日紹介したアプリはエッツィです。皆さんもどうぞ概要欄にアップマークのリンクございますので、そちらからダウンロードください、はい。見るだけでも、ね、結構楽しいので、皆さんぜひお試しください。本日は以上です。さよなら。さよなら。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。